はい、始まりました。人気のあの人にインタビューのコーナーです。今回もゲストは、このお二人、トムズサイクリングさんです。お願いします。よろしくお願いします。お二人はもう自転車系の YouTuber ということで、もうすごい人気をね、博しているわけなんですけども、まあ、今回はその YouTuber になったきっかけをお二人に聞いてみたいと思います。どんなこうあのいきさつというかエピソードがあって、こう私は、まあ、ロードバイクも YouTube も、まあ、同時に始めたんですけど、まあ、2つともトミさんから誘われて始めたっていう感じになります、うんうん、そうですね、僕が誘って始めたっていうのがきっかけになると思います、うん、トミさんはもともとロードバイクが、あ、僕ロードバイクはもともと乗ってて、あれは2017年の年末頃にゆきさんを誘って YouTube を一緒に始めたっていう感じになります。でこうなんか始めたきっかけっていうのは、まあ、2つあるんですけど、まあ、1個があの結婚式を挙げた年だったんですけど、うん、結婚式をするのに、まあ、2人でいろいろ一緒に作業することが多くて、まあ、その中にこう動画を、余興の動画みたいな、作ることがあって、まあ、そこで一緒に過ごす時間があって、まあ、こういうの、なんとなくいいなって思ってたのが、まあ、一つ。で、まあ、そこで、こう、2人の時間を作るときに、こう、何かないかなって一緒に探してたんですけど、まあ、結果それが自転車と、YouTube になったっていう、まあ、一個のきっかけで、で、もともと僕はずっとロードバイク乗ってたんですけど、まあ、結構一人で乗ってることが多くて、まあ、ずっとぼっちサイクリストだったんですけど、うん、まあ友人に誘ってもらって自転車のチームに入ったことがきっかけで、まあ、すごい自転車の楽しみ方の幅が一気に広がったんですよね、うん、今までずっとただ川を走るだけの、サイクリング、同じ川をずっと走るだけのサイクリングを3年4年ってやってたのに、その1個のきっかけですごい自転車の楽しみ方の幅が広がりました、うん、楽しいことがあるんだよっていうのをこう発信したいなっていうのが一つ理由で、うん、まあ、YouTube を始めましたね、うん、編集作業ってどちらお二人、ずっと僕が編集担当だったんですけど、うん、最近ヨピさんも勉強してくれてヨピさんが大枠をこう作ってくれて、うん、僕がそれをまた編集していくっていうことができたので、うん、まあ、前よりも随分楽に動画の編集ができるようになりました。そうだね、はい、じゃあもう本当に夫婦の共同作業になってるわけですね。そうですね、かなりやってくれるようになりました。洗い物、料理とか洗濯物、編集みたいなこう家事みたいな感じで、うん、お互いが何かをやってるみたいな。そうだね、常に帰ってきたら何かやってる。こっちが洗い物やってたら、まあ、編集をしてるとか、じゃあバトンタッチで私が洗濯やるから編集の続きやってみたいな、うん、まあ、そういう感じでいつもやってます。理想のなんか夫婦像ですね。苦労される点とかって何かあったりします？まあ、外走れない時間とか、例えば雨がすごい多くてとかなると、まあ、動画の素材がなくてそう、ね、なんかこう喋る動画になるんですけど、喋る動画ばっか続いてるなとか、うん、まあ、そういう点はちょっと気になることありますね、うん、コンテンツをどうするかっていう話ですね。どうしようみたいなのはありますね。何日で1本上げたいみたいな、こうペースみたいなものって決まってるんですか？いや、もう本当に適当でいや特になんか自分たちでそれ貸しちゃうとなんかこう課題みたいになってしんどいので、あ、うん、げられる時にあげられるだけっていう感じで、まあなんかこう用事が多い時は全然出さない時もあったりとか、うん、本当に結構自由に、まあ、趣味感覚でやってる感じですね。なるほど、あくまでこう楽しみの一環として、YouTube やられてるっていう感じですかね。そうですね。機材とかってどうされてるんですか？アクションカムはやっぱり使っていて、うん、まあ、自転車に今 GoPro を取り付けてます。お互い GoPro1 台ずつ使って、まあ、お互いを取り合ったりしてますね、うん、で GoPro のマウントもいろいろ買って、まあ、例えば
ヘルメットにつけられるものだったり、うん、胸につけるものだったり、まあ、ハンドルにつけるものだったり、まあ、撮りたい絵を考えて、うん、まあ、そのマウント使い分けてるって感じですね、うん、あの自転車に直接走ってるわけじゃなくて、まあ、例えば走ってる人を撮るとか、まあ、喋る動画を撮るときとかは、まあ、基本一眼というか、まあ、普通のカメラですね、うん、使って撮影していることが多いです。うん、ライド中は結構喋るときは、うん、iPhone 使って、うん、撮っちゃってます、ね、iPhone こうやって自撮りして。あ、なるほど。カメラはそんな感じ、うんうん、音とかってこう風の音とか気になったりしません？あー、最初全然撮れてない失敗を繰り返してましたね。ボーって風切り音が入っちゃって、うん、その後でなんかこう自分たちなりにこう頑張って喋ってたのに全然使い物にならなかったって音もたくさんありましたね。今で喋るとき、喋りながらするようなライドのときは、まあ、別でピンマイクみたいなの実はこっそりつけて、うん、まあそれで音は別で録音していることもあります。そうね、あとなんか GoPro につける防風の、うん、スポンジみたいなのもあったりして、まあ、それつけると結構音、うん、あの風切り音みたいなのが出るので、まあ、それで撮ったりしてます。一眼ってな何をお使いなんですか？ GH5 っていう、なんかよく YouTuber が使うって言われてるカメラを使ってますね。でも今実はなんかこうもうちょっと小さいのが欲しいなって、うん、僕はこっそり思ってます結構昔はその GH5 も担いで、うん、あの自転車に乗ってたんですけど、まあ、最近やっぱりかなり距離が伸びたりとか山を登ることが多くなったりとかしたので、うん、まあ、ほとんど今こう2人で喋るライドして喋るっていうのはもう iPhone に頼り切ってるような。カメラが大きくて重いんですよね、うん、なんかちょっと小型のやつ欲しいなって思ってます。お二人の姿見てて、まあ、自分も YouTube デビューしてみたいとか、こう Vlog を、Vlog ですかね、録画して、上げてみたいっていう方増えてると思うんですけども、まあ、こういったことを、まあ、注意するとというコツみたいなものがあれば、ちょっとぜひ教えてください。YouTube 始める前から僕すごい自転車系の YouTube をすごいよく見てて、で、いろんな人がいるんですけど、結構やめてっちゃう人が多くて、で僕たちも最初全然伸びなくて、1個再生がつくだけで本当に喜んでた誰かが僕たちの動画を見てくれたで本当に登録者1がめちゃくちゃ嬉しくてやってたんですけど、なんかやっぱり全然伸びなかったり、登録してくれる人が増えないっていうので、例えばなんか1ヶ月2ヶ月3ヶ月やって全然伸びなくてやめちゃうって人が多いと思うんですけど、まあ、ちょっと続けてみてほしいなって思いますね、うん、全然やっぱ伸びなかった、うん、全然伸びないんですけど、やってると誰かが見てくれるようになってって、でだん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 見てくれてる人とか増えてくると思うんで、うん、ぜひ続けてってほしいな、個人的に思います。お二人がこう目指すその YouTuber としての、まあ、ゴールだったりとか目標みたいなものっていうのは何かありますか？今までもこう私たちの動画結構こうチャレンジ系の動画、何かに挑戦していくっていうのが、うん、まあ、一つこうテーマとしてあったんですけど、まあ、それはやっぱり今後も、まあ、挑戦していくっていうことは二人とも続けていきたいなっていうふうには思ってます。で、まあ、お互いこう個人的に多分目標みたいなのがあると思うんですけど、まあ、私は自分の個人としての目標はまあ、ツールド沖縄っていう、まあ、私が2年前初めてロードレースに参加したレースなんですけど、まあ、そのツールド沖縄っていうレースで、まあ、表彰台に乗ってみたいなっていう、まあ、そういう目標があるので、まあ、それに向けて挑戦していく姿とかっていうのは今後も配信して続けていけたらなっていうふうには思ってます。すごいことを言うようになってもともとこのチャンネル始めた時にヨピさんがロードバイク始めて、うん、まあ、半年っていう期間で準備して富士ヒルクライムに挑戦するっていうのを、うん、チャレンジの企画として出したのがこのチャンネルの始まりだったんですけど
まさかツールドークにあの表彰台狙い出すと思わなかった自分でも思わなかったすごいね、初めて聞きました素晴らしい目標ですね、まあ、絶対その、ね、動画、ね、もし完成されたらもうずっと前から見てみたくなりますね、どんな成長の奇跡があったのかっていうのはすごいことだね。いやそうだね、ちょっとすごいでかいこと言っちゃいましたけどあんまりまあでもやっぱそれだけじゃなくて、そのレースだけじゃなくて、あの私たちトムズサイクリングっていうチャンネル名なんですけど、実はサイクリングっていうサイクリングの動画をあんまり出してこれなかったんですよ。そうなんかね、うん、ちょっと足りなかったなって常にチャレンジしてるんですけど、こう本当に、まあ、ザ・サイクリングっていう動画もやっぱ今後撮っていきたいなっていうのがあって、まあ、全国今までやっぱ行ったことないところもたくさんあるので、まあ、そういう各地の見どころだったりとか、サイクリングスポットだったりとか、グルメだったりとか、まあ、そういうのをもっともっとこう配信して、なんかこう自転車の楽しさっていうのをもっともっと伝えていきたいなっていうのは思ってます。トミさんは何か目標は、まあ、東京大阪間を1日で走り切るっていう無茶な企画をあのやってまして、まあ、それに挑戦するために今を重ねてるんですが、まあ、その東京大阪間を24時間以内に頑張って走るっていうのをやり遂げたいなって思ってます。あれですよね、あの日本橋からスタートして何キロ走るんでしたっけ。長いルートで550キロ走るいやすごいよ ね、想像できないです、全く想像できない、まあ、ちょっとずつ増やして挑戦できればなと思ってます。ということで、まあ、お二人にちょっと YouTuber になったきっかけから、まあ、いろいろ、お伺いして、まあ、最後はね、まあ、自転車の素晴らしさをいろんな方に伝えたいというね、ヨピさんの話もありましたけども、今後も、僕たち、視聴者、お二人の動画とても楽しみにしているので、頑張っていただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。トムズサイクリングのお二人に、今回のインタビューのゲストに来ていただきました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。